私がレックを選んだ理由は行政書士試験の勉強でお世話になっておりました、横溝先生の講義を聞いて、勉強しておりました。で結果として、合格という形になりました。引き続き、レックさんで司法書士試験の勉強をしたいと思い選びました。レックで勉強して良かった点については、まず私は仕事をしておりました。週3回の講義で、9時間の学習、また二回しという講義の仕方に惹かれてレックさんを選びました。実際にやってみて、仕事をしながら、しっかりと講義を聞くこともできましたし、また二回しで、基礎を、まず全体的に見ながら、二回し目で、発展的な内容を学習するというものでしたが、非常に分かりやすいカリキュラムになっておりました。海野先生どうもありがとうございます。そして、これから、行政書士試験、合格された方、につきましては、私も行政書士試験で、ステップアップで、司法書士試験の合格を、目指したものになりますが、皆さんも、司法書士試験、ステップアップして合格を目指していきましょう。以上です。まず独学では私自身の力では限界があると思いましたので、以前から使っていた合格ゾーンとブレイクスルー、この2つがとても良かったので、この2つのを出している予備校はどこだろうと調べてみたらレックを探し当てまして、ホームページを見てレックに決めました。実際2回し講義をやってみまして、1回目で基礎を重点的にやり、2回目でその知識をさらに掘り下げているという形を取られていたのですが、実際それはとても良くて、まず一番初めの基礎を固めるとき私は何もわからない状態でしたので、そこを重点的にやることでもうそこは絶対に忘れないぞと思いましたし、2回目でさらに必要な知識もすんなりと頭の中に入ってきましたので良いと思います。レックを選んだ理由としましては、やっぱり司法書士試験というのは相当な難関資格であるにもかかわらず、レックで学んだ多くの皆さんが一発合格をされていたので選ばさせていただきました。私は法律の学習経験がなく初学者の状態だったんですけども、そんな私でもゼロの状態から本試験レベルに対応できるようなカリキュラムがレックの良かったところだと思います。受験にあたっていろんなことを調べたんですけど、周囲の方に勧めていただいたり自分で調べて非常にいいかなって思って、初学者でしたけれども非常に分かりやすくて、私講師の方とかスタッフの方とかもさまざまなサポートをしてくださって、延長期間などもさまざまなサポートがあって頑張ることができたのはレックのおかげだと思ってます。レックを選んだ理由としましては、業界大手であり合格実績もあることからレックを選びました。赤松先生の講義は重要なところについてはしっかりと講義をしてくださり、重要でないところであったり試験にないところについてはバッサリ切り捨てるといったメリハリの講義が非常に良かったなと思います。また復習の効率化を図ることができたことから一発合格を果たすことができました。ありがとうございました。レックを選んだ理由は生講義を受けたかったので、私の年は京都で中松先生の生講義を受けられるということでレックを選びました。レックで良かったところはインプットやアウトプットのカリキュラムが充実していて、そのテキストや解説冊子や解説講義などの内容も充実していたところがとても良かったと思います。レックを利用させていただいたことで一発合格できたと思います。ありがとうございました。ネットの広告で式講座が割引で購入できる時期だったので、ちょっと気になって購入してみました。司法書士試験11科目の全範囲を網羅しているということで、初級講座ながらなかなかお得な講座かと思っております。海野先生、森山先生、根本先生、レックの誇る講師陣かと思うんですけれども、そのお三方の講座が全て見れるというのもなかなか他にないような内容となっているかと思ったので、とってよかったと思います。
S 式合格講座は一単元15分で構成されていて、ウェブの動画ダウンロードも使えますし、MP3 のダウンロード、音声のダウンロードであれば無制限に使えますので、通勤時間だったり、あるいはジムの運動時間だったりに、スティック型の MP3 プレイヤーを使って、気軽に聞くことができて、かなり便利です。15分単位ですので、自分がどこまでやったかというのも細かく管理しやすいので、勉強の計画を立てるという上でもかなり使いやすい講座になっているかと思います。はい、私は初学者から法律の勉強を始めたので、レックの初級講座にはインプット講座とアウトプット講座がすべてくっついていて、それをこなしていけば実力がつくんじゃないかなと思って始めたんですけれども、まさに一つ一つそれをこなしていくことによって、自分の中で実力がついていくっていうことも実感できましたし、最終的にその本当にこの講座だけを取っていれば、大丈夫だというふうな気持ちになれました。だからです、すいません。私は佐々木クラスを選んだんですけれども、佐々木先生にいつも力強い言葉をいただいたりだとか、何か少し迷ったことだったりとか悩んだこともいつも相談することができたので、本当に佐々木先生についていけば合格できるっていうような強い気持ちをいただけたのが一番レックを選んでよかった点です。レックは合格実績がきちんとあることと、勉強のスケジュールを立ててくださることと、豊富なカリキュラムがあることが魅力でした。そして何より、フォローの手厚い佐々木先生と一緒なら1年間やっていけると思ったことが一番の決め手でした。はい、私が受講した講座ではブレイクスルーというテキストを使っていました。初級者の自分にも分かりやすく、とても使いやすかったです。このテキストには図や表が多く掲載されており、直感的な理解もの手助けにもなりました。記述で武器になるひな形も多く掲載されており、不満を感じることはなかったです。私はこのテキストだけで一発合格をすることができました。はい、私がレックを選んだ理由は、過去の合格者の方の数や、家や学校から職場からの通いやすさで決めました。はい、とにかく講師の先生が親切なところです。勉強の仕方やモチベーションの維持の方法、それからちょっとした愚痴なんかにもとても親身に耳を傾けてくださいました。私がレックを選んだ理由は、司法書士試験における合格実績と、説明会に参加した際に講師の先生の感触が良かったからです。レックを選んで良かった点は、テキストが分かりやすく、模試の精度が高かった点と、直前期には勉強面、精神面での悩みに教えてチューター、電話で相談に乗ってくださり、万全の状態で試験に臨むことができたところです。私がレックを選んだ理由は、地方でも近くに校舎があり、生講義を受講することができたからです。法律初学者の私が筆記試験に合格できたのは、レックの15ヶ月合格コースのおかげです。インプット講義、アウトプット演習の回数はどれも多すぎず少なすぎないちょうどいい量で、回を重ねるごとに実力がついていくのを実感できました。レックで良かったと一番思える点は、丁寧に質問に答えてくださったり、親身になって相談に乗ってくださる講師やスタッフの方々がいる点だと思います。レックを選んで本当に良かったです。ありがとうございました。
私がレックを選んだ理由は業界最大手であることです。受講者数が多いので、もしではより正確に自分の位置を把握できると思いレックを選びました。レックを選んで良かった点は講義が分かりやすかったことです。初めて聞く難しい内容でも基礎から丁寧に説明してもらいました。また講義の中で勉強のスケジュール管理をしていただき、効率よく勉強できたことも良かったです。レックのおかげで一発合格できました。ありがとうございます。